えー、こんにちは。えー、今日も、えー、このサブチャンネルに、えー、来ていただいてありがとうございます。えー、っとですね、今日はですね、朝起きたら、なんか、なんだっけ、この侍ジャパン、この第1弾、これジャパンセレクションってやつが来てるので、うん、まあ正直これ見てて結構思ってるし、うん、この、いるんかなっていうのが正直あるんですけど、まあせっかく来てるんで、まああの30連だけ、 えー、ちょっと引きたいなっていうふうに思ってます。えー、っとね、今回、誰が欲しいんやろでも中継ぎがあんまりいないから、まあ、貝野選手と、まあ、この田口選手も欲しいですね。持ってないんで、はい。で、山崎選手も S も持ってないので、でまあ、山崎選手、田口選手、えー、貝野選手が欲しいですね。はい。どんな感じなのこれ、えっと、購入3回。 6回目は、S、ランク1人確定とということです,、えーとですね、そういえば結構最近この V ロードでランク上げみたいなやつを結構やっててでいろいろこうえっ、ー、とですねこの成長ってかうほら育ててるんですよ今結構強くなりましたこれでもねあのなんだっけどこ行ったそうそうこうやって一応坂本選手とかえっ、ー、と浅村選手とかレベルマックスでビシエド選手大谷選手大野選手も 結構ね、レベル70になりましたよ。はい。ちょっとずつですけど、えー、やってます。全然ね、リアルタイム対戦みたいなやつはやってないんですけど、V ロードでちまちまやってます。えー、まあ、その辺にしといて、まあ、行きましょう。早速。目標は S2 人。ずっとね、この前もとにかく引きが良かったんで、うん、まあ、今回ちょっと心配ですけど、ね、まあでも、最低でも1人は、あの、S 出るので、 全然そこでその辺は、OK、でもね、あとねそ、A が欲しいんですよ、今。あの浅村選手とか、えっ、ー、とね、なんだっけあの、限界突破だっけそう、あれをするのに A が必要で、あーあー、止まっ,ってくれ、あの何だっけ浅村選手とか、浅村選手と吉田選手の S, S じゃない、A が欲しい。 そう、その二人が出てくればもう S と一緒チャンスはん、あ。どうだ来るんじゃないほら頼むからいいあー、OKOKOK 全然 OK 浅村選手の方が欲しいなこれ B はでも関係ないよね全然えー、ちょっと待って S, S 持ってるから。えー、全然やどうした、まあ、次は S なんで。まあ、貝野選手、えー、っと、誰だっけ。えー、山崎選手、卓口選手ですね。30連だけやからな。 A がね、やっぱ欲しいな遠藤選手。おお、かっこいいで。あんまりね、自分このね、侍ジャパンのね、ユニームかっこいいって思わないんですけど、僕だけですか <laughs> ちょっと待って、いきますよ、S。さあ、いきます。頼むおぉ、オッケー、オッケー、オッケー。ありがとうございます。そう、先日ね、ちょっと田口選手から、なんか、連絡が来て、 Twitter でフォローし合ってるんですけど初めてかな、多分そう、なんかいろいろなんか質問をいただいてですね、あのー、どこ行ったちょっとお話をしてました、そうで僕に聞いていろんな質問してくれたんですけど、えー、っと、なんだっけ、ここに入れようかな、田口選手、入る、え、S、中継ぎもいけないのかな。適正ちょっと待って 中継ぎってこことだよねこれねれ、okay, okay. じゃあここに一回でも宮西さんあでもここフランスはどこに入れようかそうなんかね何かこういろいろまあ質問内容は僕は、まあ、言うつもりはないんですけどいろいろどうしたらいいですかみたいなことがあってそうそうでなんかその後めっちゃ高騰しててまあ全く僕に聞いてるようなあの内容がすぐ反映されるようなものじゃないので。 なん,かなんですごい調子いいんじゃんとか思いながら <laughs> あのなんか4回無失点かなんかに抑えててなんかでちょっとでも会話するとやっぱりその人が良かったりするとなんか嬉しくなっちゃいますねすいませんちょっとこれあのスタミナをちょっとね使いたくてなんか聞いてたらこのレベルアップそうランクアップっていうのレベルアップかそうレベルアップをさせるのになんかこの経験値が 1. 点何倍の時とか来るって なんかねネットに載っててほんとかなこれそんな見たことないですこれ何これ何これ何すんのこれオーブ獲得かける72、うん、挑戦するけど意味が分からへんこれ何これ試合開始適応勝負に復刻努した 水濠ノーストライクから、え意味が分からん。で、投げるとこうの真ん中に投げるしかない。オッ,オッケーオッケー。王の選手やったらいける。2> 2打たへんのこれ。オッケー。ーオッケーオッケー。まあ一応、一番のピッチャーなんで。あれ終わりまあその配球に関しては、結構うるさいですよ。 まあ、そんなうるさくないから。<laughs> すいません。そう。あ、こんな感じかな。これ何これ。これこの前なんかね、秘書がどうとか出てきたんですよ。そう。これどうなのなんか選んだんですけど、あのー、あ<れ>どこ行った今の。そう。あれどこ行ったこれか。そう、秘書がどうとかって出てきて、選んでくださいってなったんですよね。 で、僕ね、やっぱりあの、浮気はしないので、ちゃんとね、ここでもね、こうなんか、この、この子、あのほら、このプロスピの子のいるじゃないですか。えっと、このキャラ。そう。その子にしました <laughs>。そう。あ、こっちでちょっと引いてみようかな。これで S 引いたらやばくない ?3 回引けるから。どうや。単発で。 コンはただでさえほらもうこれ火すら打球に火すらつかんパターンやほら絶対そうやめっちゃ難しいなこれ <noise> ここで引きたいなさそうやなこれ <noise> これ A が欲しいとにかく。 おお来たえほんとにホームランで逆転さよならのチャンスやばくない単発よな。そんなことあんのえあれじゃないんや。あの、いやでも嬉しい嬉しい。持ってるし。おーこれは嬉しいな。めっちゃでかい。単発で出んねんな。ちょっと待ってよ。 えっと、これはもう、西川選手はですね、限界突破ですよ。これいるんで、あれどういったこれでしょ俺だって持ってるはずやけど、あレベルが結構高い西川選手を持ってるはずなんだけど、どうだ絶対いる。一体、え特訓レベルがなんでゼロ意味、これの。 あ、これだ、これでオッケーこれだ。こうやって、オッケーでしょあ、待って。これにプラスして A を入れてた方がいいのか。A よりも B の方がいいか。ちょっと待ってよ。古田さんとかじゃなくて。まあでもこの辺適当にも入れて、で、まあ、100にして、で、オッケーと。いや、今の大きいな単発でも出んだ。 オッケーオッケー限界突破です。71。あと4回か。限界突破のマックス。まだマックス1回もないんで、ちょっとずつやっていきます。こうやってね、下で、下もこうやって古田さんとか、A の選手たちを育ててて、そう。んで、あの、限界突破するためにいろいろやってます。えー、ちょっとね、またこれ、もう1回ぐらい、えー、またその動画で、 えー、ちょっと引きたいと思うので、ちょ、カイの選手はやっぱ欲しいので、えー、また、えー、やります。えー、今回も、えー、ありがとうございました。